ショナルズ3から12パドレス現地時間7月24日、ナショナルズパーク、サンディエゴパドレスが20安打、12得点と打線が爆発し4連勝。2番手としてリリーフ登板した松井裕樹投手、28は1イニングを無失点に抑えた。松井は9点リードの7回裏に登板。先頭打者のウッドを見逃し三振に仕留め、続く6番ガルシアジュニアには三塁打を浴びるも、7番アダムスを一飛、8番リップスコームを有直に打ち取り、無失点。4試合連続無失点リリーフを記録した。パドレスは初回に3点先制を許すも、直後の2回表に、ルイス・アラエスの敵地だ、ジュリクソン・プロファーの16号3ランで、すぐさま逆転。3回表にも2点を加え、4回表には、カイル・東岡の12号2ランなど一挙5得点。続く5回表にも、追加点を奪い、大差をつけたまま4連勝。後半戦開幕から2カード連続勝ち越しを収め、直近を4に増やした。この試合の松井は1回11球を投げて1安打、1奪三振、無失点という内容。今季成績は3勝2敗8ホールド、防御率 3.53 となっている。